ロレンツォ・インシーニエは、イタリアナポリ県、フラッタマジョーレ出身のサッカー選手、SSC ナポリ所属、イタリア代表、ポジションは FW。ナポリ出身、SSC ナポリの下部組織出身であるため、地元のアイドルと称されることも多い。父親が、元アマチュアのサッカー選手、4人兄弟全員が、サッカー選手になるというサッカー一家で育つ。 4人兄弟の次男で3歳下の弟で3男のロベルト・インシーニエも SSC ナポリの下部組織出身で現在はセリエ A のベネベント・カルチョでプレーしている3歳上の兄で長男のアントニオはプロモチオネでプレーを続けマッテイで4男のマルコは現役を引退しフレッチャ・ロッサの運転手として勤務している学生時代は欠席が多く 高校は一年で退学している。父親が失業したため、フラッタマジョーレの市場で衣服などを売るアルバイトをして、生計を助けるかたわら、サッカーの練習に取り組むという生活を送っていた。SSC ナポリの株組織でキャリアをスタートさせ、2010年1月24日、リボルの戦でプロデビューを果たした。数週間後に SS、壁製レンタル移籍した。 2010年夏、ズデネク・ゼーマン率いるフォッチャカルチョへ、共同保有の形で移籍し、33試合に出場し19ゴールを記録。2011年7月8日、再び、ゼーマンのいるデルフィーのペスカーラ1936に、レンタル移籍した。ここで37試合に出場し18ゴールを記録し、ペスカーラの一部昇格に貢献。2012年にナポリへ復帰。 復帰1年目から PSG へ移籍したエセキエル・ラベッシュが務めていた3から5から2の、セカンドトップのレギュラーとして37試合に出場し、クラブの2位及び CL 出場権獲得に貢献。2016から17シーズンは37試合18得点を記録し、CL 出場権獲得に貢献した。また、このシーズン、センターフォワードにコンバートされたドリスメルテンス、 右ウィングのホセマリア・カジェホンと共に強力3トップを形成し、ナポリはリーグ最多の94得点を記録し、最終節までユベントスとスクデットを争った。2017から18シーズンは序盤から好調を維持。2017年10月14日のローマ戦で決勝ゴールを記録し、ナポリでの公式戦100ゴールを達成した。2019年2月、 マレクハムシク対談によりチームの新キャプテンに就任した。2019から20シーズン、セリエ A 第21節ユベントス戦で決勝ゴールを決め、勝利に貢献した。2020から21シーズン、セリエ A 第5節ベネベント戦では、ベネベントに所属する弟ロベルトとの兄弟対決が実現し、揃ってゴールを決めた。兄弟は揃って得点するのは、 セリエ A 史上二組目のことである。シーズン中は公式戦四十八試合に出場し十九ゴール十一アシスト、この活躍で FC バルセロナからの関心が報じられた。イタリア代表として各年代でプレーし、二千十二年九月十一日に行われた二千十四年 W 杯予選のマルタ戦にて A 代表デビュー。二千十三年八月十四日のアルゼンチンとの 新善試合で代表初得点を挙げた。2017年からは10番を任されている。2021年、ユーロ2020の開幕戦、トルコ戦で1ゴールを決めて、勝利に貢献した。準々決勝のベルギー戦では、チーム2点目となる、決勝ゴールを決めて、準決勝進出に貢献した。ありがとうございます。